お店に行けばいいよ。どうも、かなこです。はい、今日はですね、どのお店に行けばいいのと、そういうテーマでお話ししていきたいなと思います。はい、今僕らはですね、2019年の7月1日から約1年間ですね、約1年間のパチンコでの旅打ちをしています。はい、まあ、正確に言うと、まあ、7月1日から僕一人でスタートして、10月から西村さんが合流してという感じでやっています。はい、で僕が行った都道府県が、18都道府県に行きました。はい、そのうちの16ですね、16都道府県で稼働をしていきました。はい、でその時に、まあ、数は数えてないですけど、おそらく200店舗以上回ったんですよ、全国。はい、パチンコ屋のね、お店入って、で、まあ、ここで打とうとか、あ、もうここはダメだねとか、したわけですけど、はい、それをですね、結局、まあ、どういう基準で考えて僕たちはじゃあここで打とうと決めたのかというお話を今日させていただけたらなと思います。はい、まあ、それを見てね、参考にしていただいて、じゃあ私はこういうところに行こうかなとか、僕はこういうお店行ったらいいんじゃないかなとか、そういう参考にしていただけたらいいかなと思いまして、今日動画を撮ることにしました。はい、よろしくお願いします。はい、で今日の流れなんですけど、まあ、いろいろ質問を書きました。こういう選択肢があるよねと。はい、で僕だったらこうしますよと。はい、で皆さんだったらこういうのがいいんじゃないんですかみたいな、はい、そういう感じでお話ししていけたらなと、思ってます。はい、よろしくお願いします。赤ペンで1個ずついきたいと思います。はい、早速いきます。どのお店に行けばいいの。はい、でまず交換率ですね。交換率はこれね、もう僕結構動画でね、言ってるので、はい、もう基本的にはこれですね、首都岡店舗ですね。はい、てか、あの、まあ、都道府県行ってるんですけど、10日地域は基本的には行かないようにしてます、僕らは。はい、もう勝つこと難しいので、基本的には首都岡エリアを選びました。はい、ただこれもね、まあ、神奈川とか行って、神奈川の10日地域なんですけど、まあ時間なんですかね、もう遅い時間になったら10日の地域に行くとか、10日のお店に行くとか、はい、そういうことはしてましたね。はい、よろしいでしょうか。はい、9にチョタマサイプレイは 3択です。チョタマサイプレイできないお店行くのか、制限付きでできるお店に行くのか、無制限でできるお店に行くのか。はい、これちなみに制限付きって、例えば2500玉まで、手数料無料で引き落とせますよとか、5000玉まで手数料無料で引き落とせますよとか、引き落とせますよとか、そういう意味ですね。はい、これ、基本的にはできないが罰ですね。できないお店は行かないですね、基本的にはね。はい、でこれ制限付きでできるか、 無制限でできるかなんですけど、これはね、僕はね、旅行く前まではこっちで考えたんですよ。制限付きの方がいいだろうと。まあ、東京都こういうルールが多いんですけど、やっぱりね、無制限だともう東海みたいな釘になってくるって予想を立てたんですよね。はい、ただ旅行って変わりました、価値観が。意外と無制限でも釘が甘かったんですよ。はい、僕が行った都道府県の秋田県とか福島県ですね、はい、は無制限地域だったんですよ。うん、で無制限だけど、結構まあおじいちゃんおばあちゃんとかが多くて、サイプレイ無制限 3.57 円ですよ。それなのにもうガンガンお金で突っ込んでいくんですよ。はい、だからね、結構釘がね甘かった傾向でした。はい、なので、まあこれはまあどちらでもいいかなっていう感じですね。制限付きでも無制限でもと。はい、そういう感じです。はい、よろしいでしょうか。はい、で93、共有はどうか、できるおはできない。これね、これはね、本当ね、答え分かれます。今の僕たちだったらできるです。今の僕たちだったらね。はい、なぜなら2人いるから、2人で立ち回れるから。はい、ただまあピンで稼働する方、ピンで稼働する方はどっちがいいかって言ったら、できない、共有できないお店の方がいいです。はい、だからまあそれぞれなんですよね、正直。ここは分かれます。はい、できないお店の方がおそらく振りが
甘い調整になると思います。はい、だからピンで稼働する方はできないお店行った方がいいと思います。共有共有したらダメですよっていうお店ね。はい、でまあ僕らみたいに2人とか、共有して行けるよっていう方ですねはできるお店行った方がいいです。はい、よろしいでしょうか。はい、続いて出玉を持っての大移動は、これもまあ、ね、ほぼ最近の店ってまあ出玉を持って大移動 OK になりましたけど、まあたまにね今でもね出玉を持って大移動ダメですっていうお店もあるんですよね。はい、これはもう当然できるお店に行った方がいいです。はい、やっぱりね今ねなんだろうな、まあどこでも話してますけど扇風機かけんのか右打ちランプとか、U タイムとかあるわけじゃないですか。はい、それがね移動できないともう自分の台だけ U タイムで自分の台だけをずっと回してるっていうのは結構しんどいですよ。はい、なのでこれはもう絶対、できるお店がいいですね。はい、まあで10日だったら別にできるできないどっちでもいいですけどね。はい、です。はい、9号、お店の規模は大型店は小型店、これどっちだと思いますか皆さん。はい、これはどっちか、大型店です。大型店選びます。まず選びます。はい、まあね、これね、昔だったら、まあどっちでもいいですってお話ししてたと思います。ただ、今はやっぱり、右打ちランプ、U タイム、扇風学園ね。この3つがあるので、やっぱり大型店の方がそれ使用する可能性が高いんですよ。その台数分ね。はい。だから、まあ同じぐらいの期待値の台があるなと思ったら、僕たちは迷わず大型店舗を選びます。はい。それもそのやっぱり右打ちランプとか、そういうのがたくさん入ってる台があるよと、そういうお店ですね。そういうお店を選びます。はい、よろしいでしょうか。はい、96、釘の開け閉めどうしてるか。はい、ずっと万年釘、万年釘、まあ釘調整がほぼ変わりませんよっていう調整ですね。それか開け閉めをしっかりしているお店か。はい、これどちら だと思いますでしょうか。はい、これ答えは基本的にはこれも開け閉めをしっかりしている店舗を選びます。はい、やっぱりね開け閉めしっかりしてくれて、まあ、同じ利益を出すにしてもよ、お店が、はい、ずっとまあ同じような還元も回収も同じぐらいなっていうよりは、還元するときはしっかり還元して、もう回収するときは回収する、そういうお店で、還元するときを狙っていきたいんですよ。はい、なのでやっぱりね、中にはほんと一年中ずっと同じような釘してるお店もあるんですけど、はい、まあ、なるべく開け閉めしっかりしてるお店を行きます。はい、ただまあ例外として、まあずっと万年釘でここの台はもう確実に取れるなと、期待値詰めるなという台を知っとくのはあるですね。もうここ開け閉めしっかり してるお店が打てなかった時に、そこの万年釘のお店に行って、そこの店をでたまに抜くと、はい、そういうことはしてます。はい、ただまあね、そういう何なんかね、保険代っていうんですか、保険代みたいなのを知っておくのはいいですけども、基本的には開け閉めをしっかりしてるお店を行きます。はい、よろしいでしょうか。はい、でこっちページ行きますね。客入りはどうなのか、ガラガラがいいのか、5割ぐらいがいいのか、満席がいいのか。はい、これどう思いますか。はい、これ僕らどうか、まあ5割ぐらいですね。5割ぐらいがベストかなと思います。はい、まずねガラガラだとやっぱりね、そのね、さっき言った右打ちランプとか扇風とか、拾いづらくなるね。だって台打たないですから。はい、でまあね、基本的にはガラガラのお店はやっぱり回収してっていうサイクル、回収回収回収、還元する余力がないですから。はい、まあ中にはね、たまにね、もうほんと客や全然入んないから、もう頑張って開けようっていうお店もある、あれにはありますけど、まあ、基本的には回収回収のループですよ。はい、なのでまあ5割ぐらい、はい、満席だとね逆にね台座れないですからね。はい、それなのでまあ5割ぐらいがベストかなっていうふうに思ってます。はい、よろしいでしょうか。はい、最後98、プロは、お店にプロはいるのかいないのか、どっちだと思いますか。
はい。当然いない方がいいと思いますよね。はい。でもこれはね、いた方がいいと思います。はい。まあこれね、これもちょっと微妙なところなんですけど、やっぱりね、まあ、理想はね、プロも開拓してないようなお店で見つけて打つっていうのが理想ではありますけど、まあそれはもうなかなか難しいですよ。はい。まあプロがいるってことは、そのプロが、もう長年その地域に住んで選んだっていう事実があるわけですから。はい。どういう店かっていうと、やっぱり回る台が置いてあるよと。そういうことですよね。はい。まあ、ぶっちゃけね、大体一目見ればね、プロかどうかってわかるんですよ。はい。まあ、なんでわかるのかっていうのも、まあ、需要があるようでしたら動画に撮りますけど、はい。ね。はい。まあ、なので、まあ、プロがいるお店ね、あんまりまあ、いすぎちゃうと立ち回りづらいっていうのもあるかもしれないですけど、はい。なので、いるお店を選びます。はい。そんな感じでお答えしていきました。はい。で、ちょっとね、まあ、僕たちがどうだったかっていうね、お店選びの例をご紹介したいなと思ってるんですけど、はい。僕、初っ端、埼玉県に行きました。一つね。埼玉県。埼玉県が、基本的には10日なんですよね。はい。10日ですね。厳しいですよね。はい。ただ、その中で、3.03 円交換のお店を見つけました。で、そこの店が、3.03 円交換です。で、チョタマサイプレイが、どうだかっていうと、こんなん聞いたことないかもしれませんけど、18時以降は無制限。はい。だから、それまでは現金で終わらなきゃいけないんですけど、18時以降は無制限。で、共有はできない。そういうお店は僕は、選んで、その時一人ですよ。一人で。はい。で、連日のように、海のね、大海のね、あのね、今の八五堀の前の大海ですね。が、25とか26。毎日回るようなお店があったんですよ。はい。で、僕はどう立ち回ったかっていうと、朝一、3時間、2時間ぐらいかな。まあ、2時間ぐらい最初現金入れます。はい。で、現金入れて、もう、持ち玉ができたら持ち玉で打ち続けるし、で、もう持ち玉ができないなと思ったら帰って昼寝。昼寝するか観光するか。はい。です。で、18時以降は必ずそこの店に行く。で、もう、夜の9時半までずっと、チョタマサイプレイ無制限なので打ち続ける。もうそれだけで十分期待取れたんですよ。はい。なので、そういう、まあ、埼玉の状況ね。3.03 円交換で、チョタマサイプレイが18時以降、OK になるというかと。で、共有はできない。っていうお店だと、18時以降は必ず行って、チョタマサイプレイで駆使して打ち続けた。そういう立ち回りを選択しました。はい。で、もう一つ例ね。もう一つ例。はい。僕たち、愛知県の名古屋に行きました。二人でね、その時二人です。はい。で、その時の、これはお店の名前言っていいんですけど、パーラー乳銀に行きました。パーラー乳銀。まあ、乳銀ですね。乳銀の本社です。はい。で、当初、行った当時が、レンが、そこのお店だけ売ってたんですよ。まだ全国に入ってないです。ケージレン。そこだけ売ってました。はい。まあ、直営店なんでね。はい。で、28ぐらい回るんですよ。28ぐらい回る。ただまあ、お店に10台ぐらいしか入ってないので、まあね、朝5時半とかから行かなきゃ打てないんですよ。うん。で、どういう状況かっていうと、交換率が、乳銀ね。乳銀。パーラ乳銀。3.03。で、サイプレダメ。サイプレダメね。はい。で、共有が OK。はい。で、まあね、僕たちは、まあ、行ったのがイベント日だったんで、まあ、ケージレイも、朝早くから並んだけど、取れなかったんですけど、まあ、その時は別の機種、南国育ちだっけな。はい。25ぐらいですね。の台を掴んで打ちました。はい。まあ、ただね、結構並んで打ったので、これ僕多分一人だったらおそらく行ってないかなと思います。はい。だって一人だったら再プレイもできないし、共有も
あ、共有は OK なんですよ。共有 OK だから、OK なのにそのメリットを活かせないんですよ。はい。ただ、まあ、僕らは二人で共有できるっていうメリットがあったので、そのパーラー入金で 3.03 で、まあ、ちょっとの再プレイダメだけど、まあ、行ったと。行って、まあ、結果、もう現金としては極力を抑えて、期待値を積んだと。はい。そういう例もあります。はい。よろしいでしょうか。はい。ということで、今日のまとめ、行かせていただきたいなと思います。はい。まとめ、これね、毎回綺麗に取れないんですよ。はい。まとめいきます。はい。それぞれ環境が違えば、店選びや立ち回りが違う。で、環境っていうのは何かっていうと、まあ、稼働できる時間とか、はい。ピンで打つのか、仲間とか友達とかと声かけて共有できるのかとか、そういうところですね。はい。だからね、まあ、サラリーマンの方で例えば19時から打つとかだったら、もう、ちょたまさえプレイできない非投下点なんてもう絶対行かない方がいいです。はい。もうちょたまさえプレイを駆使して打つ。2500玉だったら、その2500玉が尽きたら別店舗でまた2500玉挑戦する。はい。っていうことですね。はい。です。で、自分が最大限期待値を稼げる立ち回り、かっこ、店選びですね。を確立しようと。そういうことですね。はい。これすっごい大事です。いいですか、これ。これ本当に覚えておいてもらった方がいいかなと思います。はい。以上ですね。以上、まあ、僕たちが、どういうお店を選んで打ってきたのかという動画でございました。はい。参考になれればなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。